サマー！夏ですね。この時間になると虫の声が心地いいね。あ、虫みてえな声が来た。虫みてえな声が来たぞ。虫より心地いいって言ってくださいよ。びっくりした。台本にないこと急に、まあ俺もやったけど。はい、小屋がですね、加藤さんにはですね、ボックスからくじを引いていただいて、出たアルファベットに応じた、トークというの、テーマトークというのをしていきたいと思っておりますよ、と。じゃあ、早速くじを引いていただきましょうかね。はい。ちゃんとくじですからね。じゃあこれにします。一番最初に手に触れた。お、ほんとだー。三角くじになってる。じゃあこれちょっと開けていいですか？はい、もちろんですよ。はい、破して。よいしょ。気持ちいいね、破り方。お、C賞は、PR し放題。はい、いろんなお仕事の告知をしてもええでっていうとこなんですけど、何でしょうね。片付くかね。うん。まずは。加藤福です。加藤福ユニットやってらっしゃいますね。はい、福原香織ちゃんとユニット組んでまして、アルバムも1枚出てるんですよ。そうなんだ。はい、シングルも出てるんですけど、前にやっていた番組の、アドリブアニメ研究所というところから、ユニット的なもの発生しまして。あれからなんだ。そうなんですよ。それで、番組のオープニングテーマとかエンディングテーマができて、で、そっからなんとアルバム作りましょうということになって。すごいよね、それってね。そうなんですよ。で、そのアルバムも1枚しか8、9曲ぐらい入ってるんですけど、その1枚で、なんと、ライブまでやりました。一回。すごーい。曲数がみたいな。いやいや、シングル1枚でイベントやる人もいますから。あ、そうですよね。それに比べたら。全然ですよ。あ、そうなんや。そうなんですよ。もう結成して1年ちょいぐらいは経つんですけど。そうですよね。鷲崎も、一応加藤福さんとは。はい、ボイスアカデミアで今一緒に。はい、ボイスアカデミア。はい、やらせていただきまして。ねえ。こっちもあれもじゃあ出してほしいよね。そうですね。おじさんも混ぜてくれよ。あ、フューチャリングしましょうよ。加藤福、フューチャリング。フューチャリング。鷲崎武史。売れっから。いいじゃないですか。売れ方がわかんないけど、ライブやったらイベントっぽくはなるね。あ、いいですね。イベント臭くなるね。ちょっと加藤福でラップの曲とか出たら、ヨーヨーとか入れてくださいよ。ラップの曲出て加藤福でやんなくてどうすんだよ。なんで俺がヨーヨー俺が。まあね、そう、なんかそう、そのボイスアカデミアね、やらせていただいてて、はい、ちょこちょこ加藤福さんとは絡ませていただいてますけども、まあでも現場でする話ってあれだよね、共通の知り合いの八木くんって作家の話ぐらいだよね。そうですね。こないだ八木さんと、みたいな。あと、サメの話とかね。サメの話だね。おじさんがサメの本を持っているから、持ち歩いてるから。結構サメ知識増えましたか？あれから。あれから増えてるよ。だって、どっちかというとってあれだけど、そう、福原さんが、サメよりは宇宙だと。ああ、言ってましたね。ね、言ってるじゃないですか。で、加藤さんは、サメ派。まあ、海派です。宇宙か海かで言うと海派なんだよね。海派ですね。まあ、ボーイスアカデミー上がりまして。他にも、何でしょうね。私的には、今、マイリトルポニーっていう番組を、アニメをやっているんですが。朝アニメだよね。可愛らしいやつだ。火曜日の朝にやってる番組なんですが、これ、吹き替えでやってまして、これ、ものすごく、友情なテーマにしたアニメなんですけど、1話、2話ぐらいまではすごく感動的なお話だったんですけど、3話以降、何を、こう、なんかこう変わったのか、すごくこう、ちょっとお笑い方向に。3話で急にハンドル切り出したの？そうなんです。もう、ものすごい、アクセルの踏み方をしたみたいな感じで、すごいテンションの高くって、で、笑えるお話なんです。1話見たけど、ま、テンション高かったけども、なんかね、可愛らしくてふんわりと、そうなんです。優しい感じのお話でしたよ。今は、ちょっと、傾向が違ってちょっと面白いんですよ。ちょっとね、濃いキャラクターがいっぱい出てきたりとか、もうすごいみんなキャラクターは可愛いんですけど。ちなみにエミリちゃんはどういう役やってるの？私はですね、普段やることのないような、ちょっとシャイな女の子、小声でボソボソ喋って、聞き取れないっていうようなぐらい、シャイな、おしとやかな、動物が大好きな女の子、フラッターシャイっていう役をやってます。その子もね、なんだろう、こう、テンションの上げ下げが結構ある子で、なんか友達に嬉しいことがあったら、普段はこうおっとり喋ってるのに、急に、キャーやったー叫び出したりとか。あ、そうなんだ。顔、動き不安定なことね、随分。みんな結構不安定なんですよ。あ、みんなが不安定なの。それがでも、そうなの、エミリーちゃんだけが不安定なんじゃなくて、出てくるキャストみんな不安定なの。それは興味深いな。すごい面白いです。朝から何を見せてんのよ、ちびっこに。一応子供番組なんですけど。そうだよね。とっても面白いので、ぜひ朝早いんですけど、朝7時からやってるんですが。そうか、そうか。ぜひ見てほしいです、私的には。他にどんな子が出てんの？他にはさましろさんとか、あとはミルキーホームズの4人の皆さんが。ああ、みんな不安定だわ、そりゃ。どこでそんな不安定したんですか今。そうだそうだ、出てた。そうだよね。そうなんですよ。そうなの、今そんな風になってんだ。はい。身を吹き替えした、あ、海外でやってるやつなんだ。はい、アメリカで今第3シリーズぐらいまで放送されてるんですけど。そうなのね。はい、日本で今第1シーズンの方をまあ放送されてる感じなんですが、すごく面白い。へー。もう、本当に今日も実は収録してきたんですけど。あ、さっきまではじゃあ不安定な子だったんだ。不安定な子でした。超面白かったです、もう。そうなんだね。周り中が不安定な中で芝居するってのも面白いね。もう笑いをこらえるのは大変ですね、逆に。そんなに？はい。だってそこそこバラエティアニメみたいな部分はあるじゃないですか。ありますね。その中でも、マイリトルポニーは、笑いこらえるのに必死になっちゃうんだ。もう可愛いし笑えるしみたいな感じですね。ええとこだらけじゃないですか。みたいな。見てみよう。ぜひ。ねえ、マイリトルポニー、ぜひぜひじゃあ皆さんおすすめでございます。